この前一個びっくりしたのがあって、祇園花月の前説の時に聞いたら、ほんまにガチのボケとかじゃなくて、はいって言って、カオス師匠って言ったことがいて、まっすぐ、まっすぐな目で言うたの。何にもボケの感じじゃん。いやいやいやって言ってもずっと、なんかめちゃめちゃカオス師匠のこと好きで、みんなカオス師匠好きすぎて、好きすぎて、もうそれしか考えられない。カオス師匠の若い時に似てるとかじゃん。あーけどだから目とかもこう細い感じの人に言われるんで、あつしさんとかもあります、僕言われたこと。坂口健太郎、はい、ありがとうございます。いや、もう系統かもしれない。はい、いや、そんなに言うから、そんなに言うからあかんねん。来ました、坂口健太郎。はい、というわけで今ですよ、このタイミングで10万人坂口健太郎超えましたよ。10万人もういいよ、こっち来ないよ。さっきさん必死にこうやって出してくれてんねん。いいよ、行きましたよみたいな。